西アーザルバーイジャーン州はイランの州。アゼルバイジャン共和国西部との混同に注意。東アーザルバーイジャーン州、コルデスターン州、イラク、トルコ島単全域、アゼルバイジャン共和国と境を接する。西アゼルバイジャン州とも、面積は39,487平平方メートル。2000年現在、人口は約268万6000人。 州とは、人口約43万5千のオルウミイエ。西アーザルバーイジャーン州は、北西から南西に走るザーグロス山脈をはじめとする山がちな地方である。人が利用する水は、雪解け水である。山地の雪解け水は、ホイーの大断層、ホイー谷や黒い川などの谷を経て、オルウミイエ湖に流れ込む。これらの谷が州内で最も低い地域である。気候は、 大西洋の湿潤気流の影響下にあるが、冬には地中海気流が流れ込み、気温が低下する。しかし州内の気候は多様で、夏は気温が34度まで上がり冬にはマイナス16度にまで下がるところがある。例えばオルミーイエやマークーは夏は乾燥し、冬は寒い。マハーバードは長く乾燥した夏と極度に寒い冬を過ごす。 これに対し流でやミアアーブではやや湿潤し、穏やかな夏とやや寒い冬が訪れる。ユネスコは、オルミーエコを生態保護区に設定している。アーザルバー・イジャーンの名は中世ペルシア語の、アトルパトカン、夫はパッケンに由来する。テッペ・ハサンルーのような遺跡の発掘により、この地域の歴史が、紀元前第6000年期に遡ることが明らかにされている。 テッペハサンルーからは1956年に有名な黄金の壺が発掘されているハージー、フィールズテッペでは世界で最も早い時期のワインが発掘された。グーイテッペは紀元前800年頃からの遺跡でギルガメシュ女子の情景を述べた金属板が発掘されている。ユネスコ世界遺産に登録されているタフテ・ソレーマンをはじめとする遺跡は 当地の戦略的重要性と激動の歴史を示していると言えよう。最も近いところでは1946年5月のソビート連邦の侵攻をはじめとして、ロシアなどがたびたび侵攻してきた。ゾロアスター教の聖地、タフテ・ソレーマーン。アルメニア教会のカラケリーサ。住民のほとんどがシーア派のムスリムである。しかし様々なキリスト教と少数派が存在する。 古くからオルウミイエコ西岸に住むはシリア教徒や州内全体に分布するアルメニア教徒などである。特に北西部マークルの街は第二次世界大戦以前にイランにおいてキリスト教徒が多数を占めた唯一の都市である。イスラームでもシーア派はオルウミイエや北部の都市住民が大多数であり、南部ではスンナ派が一般的である。 アッシリア教徒やアルメニア教徒は、それぞれの教会の周辺に住む。またそれぞれアザリーやクルド人を含み、独自の文化と伝統を築いている。聖タデウス聖堂が、チャルドラーン郊外からケディーサ村の近くにある。イランのキリスト教徒、特にアルメニア教徒にとって重要な教会であるが、この教会及び修道院は、建築、芸術的にも高い価値を持つ。 セータデウスはユダの名でも知られる。イエス・キリストの使徒の一人でアルメニアに旅し、殺害されたという。301年、この地方の住民がそこに小さな聖堂を設け、これがカラケリーサと呼ばれいる。これは西側の外観によるものである。イラン文化遺産協会には、州内で31カ所の協会が登録されている。住民のほとんどが、 民族的には、トュルク系の言語を用いるアゼリーである。アゼリーは、現在の旧ソレガゼルバイジャン共和国から、イランのザンジャン州にかけて分布している。他に、多くのクルド人が南西部に居住している。オルーミーへの住民は、第三世界でも、特に高い生活水準を享受している。街には至るところに、公園、喫茶店、インターネットカフェがある。 また在地も同様で小さな村でもほとんどが、水道、電気、電話を完備し、さらに衛星放送受信機を持っている。西アーザルバーイジャーン州は、イラン農業において、重要な地域でもある。イラン文化遺産協会には、州内から169カ所が登録されている。オルミーエイカ大学、オルミーエ大学イスラーム自由大学、ホイイイスラーム。 自由大学マハーバードイスラーム自由大学、オルーミーエカンカの軍は14軍である。オルーミーエ軍ホイー軍、ブーカーン軍マハーバード軍、ピーランシャフル軍、ミアンドアーブ軍オシュナビーエ軍サルマース軍ナガデ軍、タカーブ軍シャーヒーンデジュン軍マークー軍、チャルドラン軍サルダシュト軍。ありがとうございます。